深夜の動画編集、気を抜いてしまうと夢の中へさらわれてしまう。ほっといけない。こんな俺の動画でも楽しみに待っていてくれる人がいるんだ。気づけば朝となり、筋肉の時間が始まります。俺が毎日ジャグラーを打つように、筋肉たちも毎日筋トレをするようだ。すごいな。もうすごいな。女は裏切っても筋肉は裏切らねえ。筋トレが済んだら温泉で汗を流そう。温泉めっちゃ良さそう。さあ行くぞ。温泉の中に入るとこんなところに無重力のサインが。そして本人さん登場。もっとだるそうや。今日は気分転換にカフェで動画編集を行います。ここは大阪で仲良くなった友人が行きつけとしているカフェです。今日サプライズでナリ君に会いに来ました。看板娘のワンちゃんが可愛すぎる。もう連れて帰りたい。ボスはサラダが食べたいと言ってトーストセットのサラダだけを食べます。さっき食べたばっかりだけど喜んでいただきます。夕方になったので今日もジャグっていてよかったぞ。夜に筋肉たちと合流するので短時間で勝負するぞ。よかったぞ。フルムシピエンピエン。時間差パないの。ほんまにジャグラー強いんかとボスに言われて、僕の実力を確かめるために最近はよく一緒にうちに行っています。稼ぎに来たぞい。今のところボスと一緒に行った対戦成績は2戦2勝です。勝ったぞ。今日勝てば3戦3勝なので信じてもらえる。お約束の目押しミス。よほほほ、本当は目押しできるんだからね。カメラがあるからだけなんだから。だからね、言い訳しながらもなんとか3連続ビッグを引いたカムイ。このままの調子でいくぞい。そしてボスもペカったぞい。さあビッグや、ビッグファイ、おいおい。よっしゃ、2人で勝つよ。今日来たホールは初めてのお店でした。ペカったぞい。全体的に稼働はされていなかったけど、島の中で一番挙動のいい台がたまたま空いたので速攻ゲットしました。この当たり方は完全勝ち確なので、あとはどんだけビッグが引けるかの勝負です。そしてボスも連チャンゲット。良い流れが伝染しています。カムイの勢いはとどまることなく、でかったぞ。アイムジャグラーのいいところは低回転でも高設定だとすごい出玉が出るんです。それに設定6とそれ以外ではブドウ落ちが全然違うので、コイン持ちがすごく良く、高設定を見抜きやすい台だと僕は思っています。なんといってもアイムは他のジャグラーと比べて機械割りがお世辞にも良くないので、通常営業日でも高設定を拾いやすいんです。ジャグラーで勝ち続けるコツは出したらやめる。これ鉄則。大勝ちしたのでパーティーへ行ってきます。行きましょう、二人勝ち。さあ行くぞ。やった。その前にボス行きつけの会員制焼き鳥へ。はらこしらせ。お邪魔します。筋肉たちと合流します。めっちゃいい感じやろ、うん、めっちゃいいやろ。かっこいいですか。めっちゃかっこいい。なこれでいきます。カムイの裏声で遊んでいたら奇跡。どうして奇跡かというと、お邪魔します。本当は予約で満席だったが、
ボスの力で20分間の席を確保することができました。ボス以外は全員ウーロン茶で乾杯。全国から厳選した品種の鶏料理が味わえるお店なのです。ダチョウ、ダチョウ食べたことない。いただきます。なんかカモみたいですね。カモ一緒やんよ。ダチョウもカモ一緒なんじゃ。おいしい。これズリですか。全然気にしないでください。胸肉は焼き加減が難しい。さてと、お手並み拝見。ジューシーすぎる。これがももの塩焼きで、上から鹿児島県の北角大魔王、真ん中名古屋高知、一番下親鳥のひねです。北角大魔王っていう。六角大魔王って何？旅の銘柄です。ナイス。六角大魔王って一番日本で大きいらしい。 1.5 倍から2倍。そんなにかいんですか。臓器全部大きいから。筋肉って。いただきます。このもも焼き控えめに言って神じゃ。鶏の旨味が残っとり、絶妙な塩加減と桃の甘みが加速させる。大魔王梅、もう2個目も違うやつだったけど忘れたけどうまい。これでもね、専用だ。高級銭湯の椅子です。え、名前が。どの焼き鳥も美味しいのハードルをしっかり超えてくる。うまいやつやん。プリプリ。可愛い人はすぐに口説く。これがボスのルーティーン。ナンパ成功率はフリーズと一緒。最後の鳥を噛みしめるカムイ。そうです。これもまた焼き鳥いっかと言って彼女を連れてきたら喜ぶだろうな。私彼女いないんだったわね。残念でした。大阪ブルーライト横浜。みんな他人のふり。とあるバーに潜入します。こちらもボスの行きつけのお店です。今日は二人勝ちしたので、はい、ちょっとカムイのおごりで。安定に酒が飲みない人から無重力の人まで縁あって出会ったことに乾杯。今君は人生の大きな渋い曲をチョイスするおじさんおるなと思ったら、よく見てみるとフリースタイラー。人を笑わせるためなら何でもやる男です。これぞフリースタイラー。ボスの号令によって武士ファミリーが召集されていた。ちょっと待て。お願いされたら何でもやっちゃうエリート薬剤師。今日が誕生日の人がいるらしく、話したこともなければ名前もわからない。だけどサプライズするのは楽しいんです。驚く顔を見ていると嬉しくなる。誰かわからんけどおめでとう。おめでとう。以上、愉快な仲間たちでした。顔を映さないことによってなんだかいけないことをしている気分だ。冗談半分で言ったけど真剣にお仕置きの仕方を考えてくれる。そそるぞこれや。思い立ったらすぐ行動。そういうお店じゃありません。ボスの圧力によって女子は全員コスプレ姿へ。ありがとうボス、本当にありがとう。本当にそういうお店じゃないよ。アニメ好きなカムイとマートは会場をやや盛り上げました。二人の気持ちは武道館。人前で何かをするのは本当に楽しいな。姉御とセーラームーンがノリノリなのに、なんでお前らが座っとんねん。ボスに説教されたので姉御が気持ちよく歌えるように、カムイ動きます。一曲踊ってへばったカムイに対して体力お化けがいた。ウーロン茶シラフです。サービスサービス。ナーリャンドマーサートルー。10万人に1人の神業ゼログラビティウォーク。体力お化けが踊り続ける中、他人のふりをするカムイ。おや、ステージの人がドン引きでした。
実はカムイは気痩せするタイプです。汗をかいたので涼んでます。ちょうどよく見えるな。ちょっと下まで見て。信じるか信じないかはあなた次第。ハムタブさん今日も楽しかったです。ペカッタペカッタ別にジャグラー求めてないけど隣でペカられると思い出す君のキュイントスカあのペカリジャグ旅始めたよ。